何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど、儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。会場には着いた。ああ、作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。すげえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今、光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失ったあの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の御力があるのです。私はここオルティシエに眠るアラブル水神リヴァイアさんの御力をお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。
こっちからも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。おう、任しとけ。始まるんだね。我が名はルナ・フレーナ、カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ。王に聖石の力を迎えるため、どうか受けを。向かってる。儀式はもう始まってるってことか。多分な。水神を守ってやらなきゃね。選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知だな。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。
証を見せる。
指輪出しな。じゃあいいや、君が私がす。クリスタルも取り戻すよ。おい、早く来いよ、ノクティス様。
ノクティス様。ルーナ。ここにいらしたんですね。うん、ルーナも。もう一度お会いできるなんて思ってもみませんでした。え？どうして？私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。なんで僕は死んでもルーナを助けたかったのに。もし心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。二人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。アンブラがそれを。
これさ、テネブライにもよるんだよね。その前にカルタナティカの駅に降りる。本当に寄れるの？傷は落ち着いた。視力だっていずれ。お前何様だよ。あ？テネブライには寄らねえぞ。いい加減切り替えらんねえのか。切り替えたから乗ってんだろうが。切り替えた奴が今一番大変なあいつに声の一つもかけらんねえのか。話せ。指輪はどうした？大事に持って歩くだけだ。命と引き換えに届けられたもんを眺めてるだけで責任が果たせんのか。そんなことは分かってんだよ。分かってねえ。イグニスは何のために傷を負った？やめろグラディオ。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる。やめなよ。全部わかってんだよ。全部。だったら腹くくれ、この大バカ野郎。ノクト、ほっとけ。